ラジオを始めました。受験生応援武田塾中森が送る合格言、こちらですね、毎週金曜日の16時に最新版が更新されます。ぜひですね、受験の合間に、勉強の合間に見てくれれば幸いです。参考にしてみてください。武田塾教務長の中森です。武田塾教務部英語科課長の森田です。この動画をご覧の皆様、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。森田先生、今回なんですけど、はい、結構この質問もよく来るかなと思うんですけど、はい、英語の長文読むときに構文って全部振らなきゃダメですかっていう。ああ、なるほど、はいはいはい。武田塾チャンネル。いわゆる S とか V とか、はい、カッコつけるとかですね、うん、はいはい、全部振ってたら時間足りないじゃないですか。例えば共通テストみたいな特にそうだと思うんですけど、はい、多分ですね、まあ、多いのはしなきゃダメなんですかっていう人って、はい、多くがですね、やりたくないっていう意味なんですけど、はい、まあ、いわゆる音読しなきゃダメですか、音読したくないです、はい、これ覚えなきゃダメですか、覚えたくありませんっていう、そうですね、はい、そういうことなんですけど、はい、まあ、これに関してはですね、多分まあ多くの人は振りたくないっす、めんどくさいっすっていうことなんですけど、はい、まあ、振らなくても分かるんだったら、まあね、やんなくていいでしょうっていう感じですね。森田先生は実際、例えば共通テストの文章だったら、レッスン文章ここ振らないっすよね。何にも書かないですよ、はい、一切、はい、はい、印はつきません、はい、でもそれは振らなくても読めるからであって、はい、要は頭の中では振るに近い行為はしてるってことですよね。そうですよね、この塊だっていうのをこうカッコがついてみたいな感じで見える、はい、まあ、スラッシュでやる人もいると思うんですけど、そのだったらスラッシュがついてるように見えるわけですね、はい、それはだからなんていうか、まあ、ちょっと言い方悪いんですけど、バカ丁寧にやって、はい、だんだん作業が減った結果振らなくて良くなったっていう流れですよね。そうですそうです、はい、僕自身は高校時代英語できなかったんで、はい、その振ることすらできなかったんで、はい、まあ、S とか V は多分大丈夫だったと思うんですけど、はい、O とか C は全く分かんなかったはずなので、やっぱこの浪人して一個一個やるっていうのを学んで、全文にやってましたからね、本当に長文からもう全部ノートに書き写して、はい、そして SV とか、うん、アンドが並べてるものとか、カッコはどっからどこまでとかっていうのを一つ一つやってきましたからね。やっぱそれ最初はできないもんですか？できないですね、うんうんうん、もう理解するまで大変でしたね、うんうん、どっからどこまでの塊だとかっていうのは全然見抜けなかったですね、はい、うん、なんかでも初期の段階ってなんか振らなくても簡単な文章なら読めちゃう側面ってあるじゃないですか。そうですそうです。だから振らなくていいんじゃないかって思いがちだとは思うんですけど、うん、なんかそれを簡単な文章からでも振った方が良かったことって何かありますか？ああ、やっぱそうやっていくことによって、はい、そういう見方の癖がついたっていうか、あ、もうこういうものなんだなっていうふうにパッと分かるようになっていったって感じですね、はい、なんか力技の日本語でこうやるんじゃなくて、ね、ちゃんと英語のルールで読めるってことができましたってことですね。で、だん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 減っていって、はい、分かんないとこだけカッコをつけるようになったって感じですね。その森田先生が受験生時代だと最終的に構文どれぐらいまで振ってました？あー、でもやっぱり早慶と戦う時なんで、はい、ほとんどついてないですね。和訳のところはつく、はい、あとは長くて分かりづらい文のところに、はいはいはい、副詞の塊とか、はい、そういうところに括弧がつくとかですね、そういった形になってましたね。抽象名詞とかあの辺が出てくるときとか、妙に長い、はい、そうですね、長いやつとかには括弧がつくって感じですね、はい、まあ、そうですね、主語がすごい長いとか、はい、そういうときには括弧つくとかですね、はい、そういった形になりましたね。なるほど。それ以外は別に振らなくても、まあ、内容把握できるから別にやらないみたいな。そうです、そういうふうにやってましたね、はい、うん、そのレベルに行くまでってどれぐらいかかりました、時間でいうと？あ、そうです、僕は結構ギリギリまでですね、うんうん、もう本当に2学期終わりとかまでずっとそういう感じで構文をなるべく振っててっていう感じですね、はい、もうできるようになっても一応振ってたって感じですか？そうですね、一応振ってて、ただ模試とかでは時間ないんで振らずに一応戦うって感じですね。なんか最初その構文振る作業を要は癖にしてたわけじゃないですか、はい、それをやめて、うん、模試とかでその構文振らずに読み始めた時って、はい、最初なんか読みづらくなかったですか？あ、そうですね、最初は全然もう手も足も出ないっていう形ですね、はい、全くやっぱり読むのが大変っていう形だったのが、はい、だん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 塊がやっぱ見えるようになってきたっていうの で、はい、であとはそうですね、 S とか V が減ってってもうカッコですね、はい、基本的には僕はカッコ、まあ、スラッシュでやってる人もいると思うんですけど、カッコをつけていくだけの読み方っていうのにだん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 変わってた感じですね。で、最終的にはそれを脳内でやるようになったっていう。そうですね、はいはい、長いもの以外はそんな括弧をつかない、まあ、あと要素の分離とか、はい、離れているときにちゃんとつながりが分かるように括弧つけて、こことここがつながってんだっていうふうにしてったとかですね。つまりその森田先生のその状況になってる人がこの質問をしてるならいいんだけど、そうです、
いざ振ってみろ、全部丁寧にやってみろって言って、うん、できないのが一つでもあるような状況でこれ言ってたらやばいってことですよね。そうですね、はい、だから全部振れとは言わないけれども、うん、きちんと できるようになってるだったら、はい、まあ、どんどん減らしていけばいいんじゃないという感じですね。まあ、それこそ、ね、これから3年生になるとか、あるいは浪人っていう方もいるとは思うんですけど、そしたらまず一回丁寧に全部文章でこう振ってみて、そうですね、っていう作業をもう数ヶ月ちょっとやってみてもらって、ね、まあ、その後ちょっと慣らしで、うんうん、まあ、頭の中で振るとか、まあ、カッコだけにするとかって感じで練習していって、ね、最終的には振らずとも読める文章をどんどん増やしていって、そうだと思います、感じでいければいいなと。でもなんかやっぱり線とか引かないと集中が逆にできないですって人もいますね、はい、ああ、それはありますね。なんか丸とか線とか、はい、あとまあスラッシュの人だったらスラッシュ入れないと、はい、頭に入ってこないんです、読んだ気にならないんです、だからやるんですって言って、もうテキストとかぐっちゃぐちゃな人いっぱいいますね、はい、だからやらなきゃダメですか系はやんなくてもできる人だったらいいってだけであって、基本的にやんない方がいいことってないですよね、うん、そうですね、基本はそうだと思います、はい、はい、ということで、意識してもらえればと思います。はい、今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。